はい、皆様お疲れ様です。シュッチュワンです。今日はですね、2022年の、10月の15日土曜日、深夜1時過ぎとなってます。ですね、コスモスの IBC についてですね、セキュリティにね、重大なセキュリティの脆弱性をね、発見したってことで、イーサン・バックマンさんの方がですね、10月13日に発表しているということになっております。はい、これどういったことかっていうことでね、いろんなね、記事がね、取り上げられてますので、まあ、まずですね、このコスモスハブフォーラムってことで、はい、こちらがですね、まあ、リアルな内容となってますね。はい、この前の BSC、バイナンスマートチェーンのですね、まあ、ハッキングっていうのがあって、お金がね、まあ、流出したということで、はい、最近ありましたよね。で、まあ、いろんなね、著名な方々がですね、バイナンススマートチェーンに関しては更新をしていないからね、そういった問題が起こったんだよっていうことを、まあ、結構言われていてですね、はい、まあ、多くのね、まあ、著名な方々ですね、開発者の方々もですね、バイナンススマートチェーンに関してはですね、まあ、IBC とは違ってですね、また仕組みがというかね、はい、違うと。で、 IBC に関しては、ICS の23っていうね、ものを使っているので、まあ、大丈夫ですよというかね、まあ、今のところっていうことをね、言っていました。で、まあ、今回はですね、このバイナンススマートチェーン、まあ、ハッキングがあってですね、まあ、オズモシスのチームのメンバーがですね、この IBC に関して、まあ、広範囲において、まあ、監査をね、してですね、で、まあ、そういった監査をしたところですね、脆弱性を見つけたということになってます。はい、まあ、緊急ということで、はい、まあ、今回は、イーサン・バックマンさんはですね、まあ、10月7日ぐらいに、BSC のこと問題があってですね、で、その1週間後ぐらいの、まあ、10月13日において、まあ、そういった、ね、脆弱性が見つかったというね、発表をしていますということですね。で、まあ、対応としてはパッチが適用されているっていうことでね、すぐ対応されていると。で、パッチっていうのは問題解決に向けてのですね、まあ、対応ということをしているということなので、はい、パッチっていうのはですね、問題解決に向けたですね、プログラムっていうことで、まあ、そういったパッチでが適用されるということになってますね。はい、まあ、難しい部分ではあるんですが、まあ、このパッチが適用されることを確認するための手順がすでに実行されているということで、まあ、重大度を考慮して、まあ、私たちはエコシステム全体のコア開発チームとバリデーターと精力的に協力してパッチをプライベートで利用できるようにし、公開する前にチェーンにパッチが適用されるようにしましたとあります。はい、まあ、24時間以内に、やるってことで、まあ、やっているわけですけど、まあ、コスモス SDK のね 0.45.9、 それから 0.46.3 っていうのがねリリースされるということで、まあ、この新しい、まあ、リリースされた、パッチにすぐにねアップグレードすることを、まあ、おすすめするということでね、はい、言われていると。まあ、このパッチはチェーン停止アップグレードなしでバリデータによって個別にデプロイできるため、まあ、できるだけ早く適用する必要があると。はい、まあ、とはいえアップグレードプロセス中にバリデータやチェーンが停止する可能性はあるということですね。はい、まあ、バイナンススマートチェーンに関してもですね、まあ、停止したということがあったと思いますが、まあ、この、まあ、停止する可能性はあるんですが、まあ、停止しないようにですね、まあ、ことを運んでいるという感じですね。はい、コインポストさんからもね、ニュースが上がっております。コスモスセキュリティ対応ということで、ね、まあ、同じように脆弱性が見つけられて、まあ、それに対応したということになっているわけですけど、まあ、今ですね IBC については、まあ、IBC 対応チェーンについてはですね、まあ、51種類ぐらいあるということになってます。はい、まあ、14日ということで、セキュリティパッチですね、問題解決に向けたプログラムが配布されると。その間、チェーンやアプリケーションが停止する可能性があるようだということを言ってますが、一応ね、今15日になってますね。はい、はい、またね、詳細出ると思います。14日の23時にねリリース予定ということになっていますので、まあ、それをね、まあ、統合する必要があるということですね。はい、まあ、アップグレード中にバリデータやチェーンが停止する可能性があるということは、まあ、言われていると。はい、BNB チェーンに関してはですね、まあ、7日ブリッジから約、
110億円、ね、の不正流出が検出されたということで、まあ、大きな、ね、金額ですよね。はい、まあ、ブリッジ関係は本当にですね、まあ、昔ですね、ビタリック・ブテリンさんも言ってましたけどね、かなりリスクがあるよということを言っていてですね、本当に、まあ、見事にというか、ブリッジ関係でハッキングが起こっているということはね、ずっとね今ありますよね。で、まあ、こういった脆弱性に、まあ、ハッカーはねつけ込んでやってくるのでね、はい、まあ、そういったところをねなくしていかないとハッキングに遭うということになります。はい、まあ、いろんなねところでね記事が公開されていますけども、はい、はい、パッチリリース期限ということで、まあ載ってますけどもね、まあ、同じ内容なんですけども、まあ、チェーンの有権者の3分の1がパッチの展開に投票すれば、まあ、チェーンと開発者のプロジェクトは重大な脆弱性から安全になると開発者に通知したということでね、コスモスチームとオズモシスチームは、パッチが正式にリリースされたらできるだけ早くね投票権の3分の2に到達することを目指しているということになっています。はい、ということで、まあ、今回は重大なセキュリティの脆弱性というものが、発見されましたよということで IBC についてですね、まあ、大きなね、ことだと思います。まあ、これからですねパッチで、まあ、対応してですね、はい、まあ、改善していくということになると思いますし、ね、ハッキングされる前でよかったなということはね、もちろん言えることです。で、本当にねこの界隈は、ハッキングが多いですし、まだまだですね発展、まあ、途上の、プロジェクトばかりです。で、まだまだね完璧なものっていうのはなかなかない中ですね、はい、まあ、その中でも、まあ、セキュリティを重視しているね、まあ、コスモスなので、はい、即対応で、まあ、今後ね、はい、抜け目なく安全にね、やって安全に、まあ、稼働してほしいなというところですね。はい、まあ、これはですね、まあ、これとは別にですね、まあ、アトム 2.0 のね、議論とかもね、ある中ですね、まあ、ジェコンさんとか、まあ、ザキさんとかね、まあ、いろんな方がですね、まあ、ディスカッションしている中ですね、この脆弱性ということで、まあ、IBC のね、はい、まあ、ことがありました。まあ、この、まあ、でも早く見つかってよかったなっていうのもありますし、まだまだね、安全、まあね、他のね、ブリッジがハッキングされている中ですね、IBC はハッキングされていないってことで、結構ね、まあ、安心感はあったんですけど、やはり、まあ、絶対はないと。いうことで、まあ、安心はできないけども、今まではね、まあ、ただハッキングが起こっていなかったってことは言えるので、今後もね、そういった脆弱性がね、ないことをね、まあ、願ってですね、まあ、徹底してね、ことが運べばいいのかなと、思ってます。はい、まあ、今回の、まあ、危険に関してはですね、まあ、まあ、まあ、ユーザー側としてはですね、まあ、やることは、まあ、ないのかなと思いますし、バリデータなどがですね、まあ、コスモス SDK の関係とかね、まあ、そういったことをやっているのかなと思いますし、はい、まあ、ここはですね、ちょっと、はい、まあ、経過監視ということになってますね。はい、まあ、コスモスに関しては、まあ、IBC に関してもそうですけど、いろんなね、企業がもうすでにね、使っているわけですし、まあね、信頼されたね、ものですよね。で、ブロックチェーンの、まあ、この界隈の中でもですね、この総合運用っていうところをですね、代表する、まあ、コスモスだと思いますので、まあ、そういった、まあ、信頼されてるからこそ使われていると、いうことで、まあ、実績もできてきてますので、はい、まあ、ここはね、しっかり抑えてですね、今後のね、対応をね、やっていただきたいなと思っています。はい、まあ、ということでね、まあ、何に関しても絶対はないということですので、まあ、ただ、この即対応とかですね、まあ、今までのね、経緯っていうのを見ていると、本当に安全性を重視にね、やってきている、まあ、コスモスですので、まあ、そういった面とかですね、あとはね、その総合運用っていうところをですね、期待してね、まあ、今後もね、見ていきたいと思ってます。はい、ブロックチェーンにね、欠かせないものですので、はい、まあ、そういった技術はですね、まあ、生き残っていくと思っております。はい、ということでね、またAtom 2.0 の議論のこともですね、また動画でやりたいなと思ってるんですけど、まあ、結構内容が難しいので、なかなかね、噛み砕くことが難しい、まあ、感じです。まあ、ただ、まあ、いろんな方の意見の中、まあ、ジェコンさんの意見もね、批判してるだけでなくですね、まあ、提案もしているし、まあ、全部指定してるわけじゃないと言ってましたので、はい、まあ、いろんなね、
いろんな意見をですね、吸収して、そこからですね、いいものができてくると思ってますので、今後、アトム 2.0 に関してもですね、未知の領域ですが、見ていきたいと思ってます。はい、ということでね、いいニュースではないんですが、太陽とか見てるとね、本当に、早いし、当たり前のことかもしれませんが、そのチェーンなどね、停止することなくね、いけたらいいなというところですね。はい、ということで、本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。